この日は富山県のパックご飯メーカーの社長らが鳥取県庁を訪れ、平井知事に完成を報告しました。このメーカーでは家庭でも気軽に本格的なカレーが食べられるよう、今年7月、鳥取県産のカレー専用米プリンセス香りを使ったパックご飯を開発し販売しています。いろんなところの産地をカレーに合うご飯ということで我々試食しました。その中でも一番やっぱり鳥取県のプリンセス香り米が評価が高かったんです。今後、海外向けの販路拡大も目指していくということです。